ドドドドドドドン、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。今更なんですけども、自己紹介の動画を撮ろうと思います。まあ早速見ていっていただきましょう。たくあんボーイです。由来はある朝、眠い目をこすって食卓に向かったんですけど、その時に台所でトン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 って音がしたんですよ。なんだろうなと見ると、うちのおばあがたくあんを切ってたんですよね。で、うちのおばあの小柄でパンチパーマなんで、まあ、ショートっていう感じの髪型なんで、まあ、その小柄なおばあがたくあんを切ってる後ろ姿を、寝ぼけてる僕がぼんやりと見たんですよね。その後ろ姿を見た瞬間にパッと思いついたのがたくあんボーイです。なんで、まあおばあのオマージュって感じですね。はい、年齢はよく老けてるなって思われるんですけど、23歳です。はい、身長は172センチです。まあ、中学まではめちゃくちゃ小さくて150センチぐらいだったんですけど、20センチぐらい伸びましたね、3年間で。はい、体重は58キロです。まあ、特に動くことないですね。はい、血液型は A 型です。よく O 型っぽいねって言われるんですけど、 A 型です。しっかりと部屋きれいにしてます。はい、出身は長野県です。もう大自然の中育ちましたね。本当にもう遊ぶ場所は外って感じですね、基本。学歴は、工業高校を卒業しました。職歴は、JR 東海に、高校出てから入社して、2年ほど働かせていただいて、それから今は、プロの芸人を目指すべき、目指すべく、はい、日々頑張っております。豊橋駅で勤務していました。主な作業は出札業務、改札業務ですね。好きな芸人さんは内村光良さんですね。もう内村さんの特に好きな番組がイッテ Q、 それから NHK のライフですね。もうライフに至ってはもう大好きですね。あのコント番組が本当に好きです。内村さんといつか共演してみたいと思ってます。好きなアーティストさんは星野源さんです。源さんの、ラジオももちろん聞いてますし、特に好きな曲が、最近はファミリーソングですね。好きな映画はアバウトタイムです。恋愛映画なんですけども、とても感動しましたね。なんかタイムスリップするんですけど、好きな俳優さんは綾野剛さんです。好きな女優さんは芳根京子さんです。好きな食べ物はたくあんです。夢はですね、日本一の祭りを作ることです。はい、ということでですね、まあ簡単に自己紹介させていただきました。詳しいこととかね、まあ、駅で何をしてたとか、芸人で今何をしてるなどね、まあ、詳しいことはまた今後話せていけたらなと思っておりますので、また何かね、質問等ございましたら、ぜひコメント欄に記入していただけ、書いていただけましたら、答えられるものはぜひ答えさせていただきたいと思いますので、コメントお待ちしております。それでは今回は終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひついでに恋ダンス、久々にやったな。